よし、カブン、ヘヨ、パキュンカス、さあ、さあ、さあ、二郎系ラーメン大食い、よいしょ。はい、じゃあ、こちらにあるボディーブローさんにお邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。アザベルディング、俺の庭、こしがやは。ということで、前回は、パズとパーへのドッキリで、こちらの話させていただきます。はいはいはい、今回は普通の大食いをやれたらいいなと思って。今日は、じゃあ、怒られるらしい。ご飯、マジで大丈夫。怖いな。そうだよな。今回はこちらの二郎系ラーメン5キロ。はいはいはい。食べてます。はい。正直5人で5キロはいけると思ってます。余裕で。その君の全盛期だったね。まず1キロ、二郎が1キロっていうのがまだ分かんない。そう、まず。分かんないよね、最近のその大食いの俺らのキャパっていうものが。多分投稿前後あるからあんま言わない方がいいかもしれない。今大食いを3日連続やってんの。本当にそう、3日連続やってて、でその結果もうターがもううんちってことになった。いや本当に、ね、そもそもでさ、俺大食いじゃないって言ってたやん。そう、まあ、言ってたけどさ、なんか勝手に認めなかっただけじゃん。だけど、うん、だけどっていうレベルまで来ちゃってる。お前は最近どんどん落ちてる気がする。もっとター昔食えてた。さっき言ったけど今日 食えませんよあんまりって。食えませんけど全力を尽くしますので応援のほどよろしくお願いします。僕は決して大食いではないですが、うん、全力で頑張っていきたいと思うので応援よろしくお願いします。うちの息子、毎回それ言ってくれればいいんだよ。うちの息子よろしくって言ったら。ということで早速二郎系ラーメン食べていきましょう。よい、お願いします。前回より一つ持ってくる。これってまたあれですよね、チャーシューだけで1キロあるような感じですよね。5人だからね、1人2枚ずつか。ありがとうございます。クーリーモンズってまだ間に合わない。飯で聞いたことないいきますか。もう、はい、行きましょう。もう早く飲みないように食べたいので、はい、せーの、いただきます。いただきます。前回食べてもいいですよね。まあ、前回の極意から言うと肉と麺を主に。あ、そうだね、チャーシュー、チャーシュー、そう、減らしていかないとね。もう取れた人、一口食べちゃうじゃん。待って、えぐいぞ、量。ちょっと俺の分も残しといて。何円ぐらいだよ。何円ぐらいあるわ。うん、うまっ。どう、うまい。うん、めっちゃくちゃうまいね。油がマシマシにしてる。別でね。油だけもらってやる。いや、マジでうまい。めちゃくちゃうまい。チャーシューえぐいぞ。うん、濃厚すぎ。いや、うん、前回ヤジに食われちゃってさ、うん、全然食えなかった。そう、ヤジに全部食われちゃった。いい迷惑だぜ。俺豚だけ行って、麺はもう2人で食わして、もうやったのと思って。全国のダイエッターの人あるあるだと思うんだけど、うん、もう本当に自分にこう縛りつけて生活してると、うん、全てのものを気にして食いたくなるんだよ。栄養素とか気にしたりとか、うん、あと例えばやっぱラーメンは控えたりするのよ。まあそれはね、うん、でも絶対そうするべきじゃん、うん、ダイエットの人って。来るまでもそうよ俺。もう正直今日もラーメンかと思って、うん、3日間連続大食いかと思って、うん、で今一口目食った瞬間に、うん、もうお前らが撮ってる姿見たくないわ。俺が全部食いたい。お前らが自分の皿によそってんの腹立つ。うん、奪われてる感じする、ね。うん、でもこれなら俺も一人でいけるかも。いいよもう、まずお前あんま図に飲んだよ。うん、あいつはチアガだからいけるけど。あいつはチーターだからいけるんだ。さすがのあいつは無理だよ。大食いテレビとかに出る人はこの量どうなの。いけるいける。プロの大食いはもうなんか、俺やっぱ大食いの人と仕事することがあって、うん、話聞いたの。やっぱそれぞれのキャパはあるらしいんだけど、うん、例えば大食いで10キロ何かを食うってなったら、うん、本当にあの人たちアスリートでその日をゴールとして10キロ食える胃袋を作りに行くの。胃袋作るとかあるの。そうそう、そういうのあるの。そう、調整して調整重ねて当日臨むみたいな。何やったらそんな食えるの。え、これがマジで分かんないんだけど、うん、俺はあのもう突然変異だと思ってる、あの人たちを。うん、そのやり方さえ分かれば今度ターにも話してさ。確かに胃袋作ってもらって、うん、食えるようになったらターからしてもいいじゃん。食える人に限界もあるよ。だからその限界を広げるための作業を俺今
ん、お前練習して160キロ投げろよって言われてるのと一緒だから、ね、で無理ですって言ってもいけるだって言われてるのと一緒だから、まあ、練習すればいけるってこと。なめんなよ。ちょっと話変わるけどさ、うん、男ってさ収集癖があるじゃない。収集癖、うん、なんか集めるやつ、例えばカードとか、うん、フィギュアとかさ、うん、集めるもの好きというかさ、そういう癖あるじゃない、うん、あれって大量のトロフィーもらえなかった男たちがトロフィーの代わりに集めてんだな。そういうわけじゃない、そういうわけじゃない。違うよマジで。やっぱ男ってそうなんだなって。でも女の子だってそんなの言ったら化粧品とか集めるの。いやいや女の子は、はい、化粧品集めてるわけじゃない。やったからお前すぐ尖り見せるやん、うん、女の子に対して、ね、恥ずかしいな女の子。女の子と真剣に向き合うのが恥ずかしい。逆に尖った方がかっこいいと思ってそのせいもある。やじさこう動画だとめっちゃ強がるやん、うん、女の子いるときに女の子にそんなこと言ってるとこ見たことない、うん、なんでお前化粧品集めてんの、うん、基本的に悪口は裏でしか言わない。女の子性格女の子。じゃあ女の嫌なとこ山本宣言しよう。お前だけやっててくれよ。やめろよ。こっちが頑張れって応援してあげたら頑張ってくれし、頑張ってるしとか言ってくる、ひねくれるのって大体女だよね。男だっている男だっているだろそれ。でも変なやつは女の子より男の方が多いと思うよ俺は。あ、そう、うん、これマジどう、俺本当すげえ思うんだけど、うん、なんか大変そうにしてます、うん、かける言葉としては頑張って、うん、頑張ってとかなんか、うん、まあこれが正解なのか分かんない、うん、いや、そのもう頑張ってるんだけどみたいな、その頑張ってる人に頑張ってってなんかみたいな人いるじゃん、うん、ひねくれすぎだろと思って。どういう環境で生まれ育ったらそうなんだよと思ってさ。やっぱ女の子ってそういう時って頑張れとかじゃなくて、お疲れ様って言ってあげればいいらしくて、え、もうこの後さ、もう仕事で、もう今からもう、これもやんなきゃいけないし、あれもやんなきゃいけないし、うん、いや、もう こんなんもう、僕全然できない、これもう余ってて、うん、お疲れ様。煽ってるよ。それ煽ってるよ。別に嫌な気持ちじゃないし。いや、いや、これ日本語がつけたの。聞いてなかったよ。よく言うならそのいつも頑張ってるねとかそういうのじゃない、うん、その褒めるっていうの言わない、まあ、だからその無理しないでねとかなら分かるけど、お疲れ様聞いたことないわ。だって煽ってたもんね。完全に、いやー書類とかやんなきゃいけない、お疲れ様って。それで言うんだったらもうだって相談とかされた時に、ね、女の子が見えるの。今彼氏さすごい雰囲気悪くて、もしかしたら浮気してるかもしれないんだよね。お疲れ様。浮気入ってたもんね。なんで彼氏の浮気入った男が。お前何だよ。そういう女を見ると一気に冷めるよね。まだやってた。あ、お前だけだから。待って、ちょっと待って、一回事件発生してる。写真あるのね。これ2個、これ2個、これ2個目ですか。でもこれはですげえ真面目なんですよ。ただ切れてるだけとかな。あ、切れてるわ。ああ、一個じゃないんだ。それ喧嘩しよう。一個が良かったんだ。計算がしたかった。え、余裕じゃん。余裕でもないのかな。余裕、その余裕の基準がおかしいんだと思う。その俺らのキャパを分かってる上で言ってる。だってまだ開幕26分です。え、おー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 、早い、ね、いいペースだよ。多分半分くらいの P やってるわけです、うん、俺カズとアイコンタクトでお互いギブだったから。さっきは壁しか見てない。わかんない、やばい、気づいたらボーっとしてる。お前が一生懸命女の子の悪口言ってる時にこっちずっとボーっとしてる。そう、今ねこんくらい、わかりにくいけど半分くらいかな、うん、結構お腹いっぱい。なんで？なんかわかんない、炭酸水って言われて。出させて、出させてって言われて。炭酸水って言われて。逃げるから。逃げるらしいわ。え、出させないの？じゃあ、マジで、どこ行く？紅生姜の味変と、うん、お酢の味変を持ってきました。はい、やれる、うん、ありがとうございます。これを入れたらね、すっきりするから。うん。すみません。イブの人に行くえ、なんかお前一番ワクワクしてたよね。なんか前のめりになってずっと俺のことうなずいて見てくる。お前さ、増量すんじゃないの。そうだよお前。
いや、増量するよ、そりゃ。それは無理して食わなきゃ。いや、無理して食ってるよ、そりゃ。だってもう3年、4年、5年ぐらい言ってんのか、もう増量は。だからその限界からの一口を広げて、イノキャパをでかくしてる人たちはないぽよ。ないぽよ。ないぽよ。ごめん、ごめん、中の取ってたヤシが出てくる。確かに今立てたけどね、今抑え込んでたもんね。白系のラーメン毎日出てきちゃう。あ、俺また大丈夫それやね。うわぁ今出てきちゃう、覚醒して人格が乗っ取られる。手でもそんなこと昔もやってねえだろ。手でもあの時も抑えてたんだよ。もう一つのヤシがね、もう見たことないでしょ。刺激取り戻してもう一つ、ね、僕が食ったのか。俺チャーシュー食ってながら目が覚めたら目の前の器は空っぽだった。完成するオタクみたいな。もう一つのヤシ。全然話変わるけどさ、圭介くんとさらにカズと、カズ眉アートしたわよって話してて、眉アートしてる人いる？僕はしてる？いや、俺してない。あ、してない。してるかもしれない。俺もブラジルアーティストだよ。ああ、アーティガジもしてないでしょ。で、圭介くんの昔の写真見たんだけど、やっぱ眉アートするとマジで眉が綺麗になるよ。人が変わってる。で、俺もやってるから、みんなやったらいいよって。あ、やってるの？俺やってるやってる。そうそう、やってる。で、これ見てんじゃん、内側背入ったけみたいな。怖っ、お前食うべ、カパのこと食おうとしてる。全然見てなかったけど、眉毛どこに行ったの？いや、直視したら吐いてしまう。食われそうだったけど、お前ゲテモノ気使った結果、なんか目がめっちゃでかくて気をしっかりともなるから。気しっかりと思ってたんだ。マジで綺麗になるから、やったほうがいいの。それこそタワーとかマジ出てるからさ。あ、前よね。これ一時期やろうとしたんだけど、予定が全然合わなくて、行けてなかったね。てから2年ぐらい持つし。これ1回しかやってない？俺2回やった。だから1回やって、その軽く形作る。で、2回目でちゃんと入れるみたいな。その、他の周りは自分で剃ってる？あ、そう。でもその、内側とか、このこっち側が薄いのよ、人間。そういうわけだよね。そういうところを入れてもらえるみたいな。あとこの眉毛と眉毛量が少なかったらちょっと薄く見えちゃうから、そこの間にも入れてもらえるみたいな。ありがとう。なんだ、なんだったんだ今のじゃ。全員やれってことね。いや、これはちょっとやってほしいねっていうおすすめ。圭介くんもおすすめしてるし、やっぱ俺もおすすめする。てか男は結構やった方がいいですよっていう。だから俺、それこそ圭介君に相談してて、もう今年終わったら単発にしようかなと思ってて、眉毛が出るから、眉毛出るから、うん、だったら眉アートやって整えてもらった方がいいよみたいな話になって、じゃあ行こうかなと思ってんだけど、ずっと予定合わない。今眉毛どんな感じなの？ペットに。変なの。やっぱりなんか、なんか、まあ単発やめた方がいいと思う。いやでもね、確かにカズ顔ほとんど隠れてる方がいい。だからロングライン。そう、単発は本当に多分ガチで顔整ってて顔ちっちゃい人がやった。それはちょっとカズも怖い。いや、ターンの断れって言ってる。お前一番単発だろ。器の中は行ったぞ。ちなみに僕も器行きました。うわー、でももう目の前よ。俺が思うにこれがラストスパートだと思う。お前が思うにとかじゃないから。もうラストスパートだし、全世界が思う。ありがとう。さすが、みんなさらかんね。じゃあ、一旦こっちに移すか。はい。でも本当にちょうど1人前かも。あー、ちょうど1人前だ。なんか前回もしんどい気がするんだけど。いや、いやって言ってる時点でそんなに。お前、いやって言ったな。まあでも前回は限界突破してくれてたわけじゃん。突破してるから。でも今回はまだ突破しきれてないってことなの、カズは。いやって言うの？怒ってもらえるぜ、こっちは。いいです、あれは。もうじゃあ一人二口ずぐらい持って、まあとりあえず一口取るか。うん、大きく取るよ。大きく一口で終わりじゃない？やる時やっていって。いいよ。おお、よいしょ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 。
それ完食だから。いや、あとターがちょろっと取ればもう本当ちょろっと。だいぶあるぞ。ちょろっといって。ちょっと俺、マジでこんぐらいでいい？いや、偉い。いや、偉い。今ね、危ないもん、結構。残りはあと1人分くらい。チャーシューがいる。じゃんがち1人がもうこの皿をきれいにするラスト。はい、せーの。チャーシューがきれいにちゃんけぽい。はい、これぽい。はい、これぽい。はい、これぽい。せーの。ちょっと待って、せーの。最初はグーちゃんけぽい。そうだよ、だからマックついたもんね。流れがめっちゃ悪かったやんけ今。めっちゃ流れ悪かったやんけ今。ちょっと待ってって言った時点でお前の負け負けた。負け負けた。負けた。最初勝った時点で俺もうあれと思ったもん。じゃんけんって本当に気持ちだからね。よかった。しんどいな。マックかな。嬉しいな。嬉しいな今。嬉しい。やっぱ終盤のチャーシューってうまいね。はい、僕も完食。はい。うん。これよく。おい、よかった、本当に。お腹入ってきたら、起きてる大丈夫って言われたけど、調子乗って6にしなきゃよかった。本当にそれ。マジで危なかった。うん、あれ6にしたら終わった。5以上ではあるよ。あ、5以上ではある。そうか、そうか。5以上ではある。そうか。でも、きついね。でも、あれだけしたらすごいな。最初、本当、俺、無理だと思った。じゃあもう行っちゃっていい？お願いします。最後のチャー。これがいたんですから、はい、いただきます、最後のどっち。はい、はい、はい、かっくれちゃう。でか、こっちこいつ終わったの。おいっ、おいしょだ6キロ、地獄ラーメン完食でーす。ごちそうさまでした。皆さんご一緒にごちそうさまでした。結局何キロあったんだろうね。どうって言ってる。本当に前回より死んなかった俺は。ふんふんとお前余裕そうだよ。いやいや死ぬよ本当に。あの概要欄に貼っとくんで、はい、これで不動産チェックしてください。お願いします。味は本当に美味しい。はい、めちゃめちゃ。ただ食いすぎないでね。でも5キロやってほしい。ちょっとできるのかな。ね、5人だとできるのかな。確かに。ああ、ということでごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。美味しかったです。